始まりました。あゆマスクラブ、はい、右手にピース、左手にピース、ダブルピースで MCAU あゆです。どうもこんにちは、はい、私は帰国生専門の塾講師で、まあ、ダンス関係のお仕事もしています。詳細は、こちら、こっちかな、こっちかな、あのインスタグラムの方確認してください。よろしくお願いします。さて今回は前回に引き続き単位変換シリーズということで、重さの単位変換について学習していきましょう。それでは早速問題に Here we go。 それでは、まずは基礎知識ということで重さの基礎について学習してまいります。まず重さというのはキーワードが決まっていて、こちら重さは0、3つと覚えてください。0、3つで、どういうことかというと、こちらの上の表見ていただくといくつか単位が出てきてるんですけども、まあ、一番馴染みがあるであろう、こう体重とかでね、このキログラムから触れていきたいんですが、1キログラムっていうのは皆さん何グラムのことか知ってますか？これはですね、まず1000グラムになります。こちら1キロは1000グラムですか。で、ちょっとちっちゃい方いこうかな。じゃあ次、1グラムっていうのは何ミリグラムかというと1000ミリグラム。ほいほいほい。そして1トン、1トンというのは、よいしょ、これ1000キログラムなんですね。なので、まあ、0、3つって言ったらどういうことかっていうと、1トンからキロに直すとき、トンからキロに直すと、ドン、こうね、0が3つ増えてくるよ。逆にキロからトンにすると0が3つ減るよみたいな、そういう意味があります。まあ、他の単位もそうですよね。他の単位もキログラムからグラムにするときは0が増えて3つ増えて、グラムからキログラムのときは0が3つ減りますみたいな形になっているので、よって重さの単位を考えるときっていうのは、まあ、1個隣の単位に行くときっていうだけなんですけども、0を3つ増やしたりとか0を3つ減らしたり、っていうような3つずつの動きがあるということを覚えておいてくださいね。それでは問題の解説に入っていきましょう。まず答えの単位に注目をして、1番はグラムで聞かれています。ですからこちら 3.6 キログラムっていう方をグラムに直す、キログラムからグラムに直すときは大きい単位から小さい単位に移っていきますので、今回は0を右に3つ動かしてあげます。大きくする方に3つ、1、2、3ということで、ここに0が2つついてくる形になります。ですから 3600 グラムに1900グラムを足し合わせる、つまり3600足す1900をすればいいということになります。ですので答えの方が5500グラムになります。それでは第2問、2番目の問題を解いていきましょう。こちらも最初に押さえるのは単位です。今回もグラムで答えなさいという問題ですので、問題を見ると1800ミリグラムの方ですね、ミリグラムからグラムに単位を直す、小さい単位から大きい単位に動かす、その時は小数点を左に3つ動かしてあげます。ですから 1,2,3 ということで、こちらに点がつきます。よって4グラム引く 1.8 グラム、4引く 1.8 をしてあげましょう。そうすると答えは 2.2 グラムのようになります。では最後の問題、3番目いきましょう。答えの単位がキログラムです。今回はトンとグラムそれぞれ出てますので、両方ともキログラムに直してあげる必要があります。まず 6.5 トンの方からですね。トンからキログラムに直すときっていうのは、大きい単位から小さい単位に移動します。その時は0を右に3つ、右に3つ
増やしてあげる方向、はい、ですからこのようにゼロ2つつけてあげてこうという形になります。よいしょ、どうかな。ですので 6500kg で、続いて460万グラム、460万グラムの方はグラムからキログラム、小さい単位から大きい単位に直すときは左に3つ単位を動かしてあげます。ですからこちらはここにゼロがついてるで、よいしょ、こんな感じで結局ゼロを3つ消せばいいということですね、うん、になりまして、こちらは4600キログラム、つまり6500-4600ということで答えの方が1900キログラムというわけで、問題の解説は以上になります。以上をもちまして重さの単位変換について解説は終了になります。ご視聴いただいてありがとうございました。続いて、まあ、次の動画ですねはですね、いよいよ皆さん、まあ、ほとんどの方が結構苦手なあの単元、単位変換の面積について扱っていきたいと思います。またそちらの方もチェックワンツよろしくお願いします。それでは次回の動画で、じゃねー。